新学選手、白のトランクス、フィリピンのペニアロサ選手、黒の戦績の方はペニアロ選手が若干あるようですね。そうですね、試合数から言いますと、はいはいはい、しかし日本の新学選手は、まあ、アマチュア時代の戦績は26戦でございます。沖縄の一万種の生まれでございまして、沖縄水産高校出身、高校のいわゆるチャンピオンであります。颯爽とプロ入りを果たしました新垣聡選手、今日のこの IBF のジュニアフライ級のタイトルをかけてフィリピンのペニアロス選手と対戦しています。大阪城ホールの特設リング場です。まず第1ラウンドは佐藤さん、両者ともに相手の伺う出方をちょっと伺うような形勢ですね。まあそんな感じですね、はい、両者のセコンドが盛んに、アドバイスを送っております。リングのまた中央になりました。今画面背中が見えておりますが、日本の新垣、左側に回り込んだのがフィリピンのペニアロサです。第1ラウンド、いわゆる実点法で行われます。したがってフルポイントが10点、はい、ということですね。劣勢の場合は、そこから減点されていくということで、その集計で、まあ、いわゆる判定の場合は15回、トータルで勝敗が決定するわけでございます。ワンレフリー、スリージャッジ。第1ラウンド、新垣ペニアロさん、お互いにご覧のようにサウスポースタイルです。右のジャブから左のストレートを送ろうという両者の対戦。 IBF の世界ジュニアフライ級のタイトルをかけて今第1ラウンド相まみえております。佐藤さん、はい、この新垣としてはどうでしょうね、まあ、どんな作戦を取るべきなんでしょうかね。まあ初めの早い回はですね、まあ、お互いに様子を見合ってですね、やはりチャンスと見たところで、まあ、ワン・ツーからコンビネーション、はい、まあ、フィニッシュに持っていければ持っていきたいと、はい、いうような考えを持ってんじゃないでしょうか。そうですか、それはお互いにということなんでしょうけどもね。まあ、ご覧のように非常に似通ったタイプの両者であります。日本の新垣とフィリピンのペニアロサ、お互いに右のジャブ、あ、右のストレート、いいですね、そうですね、はい、ジャブというよりもきれいに伸びました新垣のストレート、ペニアロサの顔面を捉えました。第1ラウンド、しかし残り時間がほとんどなくなっております。まもなくゴングというところ、今ゴングがありまして第1ラウンド終了でございます。第1ラウンド、佐藤さんの採点ではいかがでしょうか。そうですね、やはりお互いに、見合って 10ですね。第1ラウンドは佐藤さんの採点、新垣ペニアロサ10対10でございます。4勝1分3KO でございます。今の進撃も良かったですね。そうですね、進撃のパンチが入りました。左でペニアロサ反撃です。第2ラウンド、お互いに右へ右へと回っています。綺麗にフットワークをさばきます日本の進撃。この第2ラウンド、左ボディを狙いました。進撃ペニアロサ、さあ左右ワンツーパンチが入りました。相当2ラウンド交戦出始めましたですね。そうですね、左側ペニアロサ、右側日本の新垣。第1ラウンドは佐藤さんの採点で10対10、ほぼイーブンでこの第2ラウンドを迎えております。19歳の日本の新垣、21歳のフィリピンのペニアロサ、離れ際パンチを送りました新垣。どうでしょうね、サウスポー右よく伸びてるんじゃないですか。伸びてますね、あ、右のフック、新垣の右フック、ペニアロサ左の顔面に当たりました。左バレー、相当速いパンチを繰り出しています。さあしかしペニアロサ反撃、体調がいいんでしょうね。そうですね、第2ラウンド新垣の体調は上々のようです。ペニアロサも右を送って反撃に転じようというところです。両者が右へ右へと回って、今背中が見えております。日本の新垣、左へ回ったペニアロサ。第2ラウンド、まもなく2分を経過しようとしています。新垣のダブル、右ダブルを食いました。いつも左 の, あのストレートがですね、炸裂するかというところなんでしょうね。しかしね、ペニアロサの右が怖いんですよね、はい、あ、そうですか。あ、右ダブル、ダブルダブルからトリプル、ペニアロサがパンチを振りました。このあたりは十分新垣としては警戒しなければいけません。コーナーにちょっと詰まりましたペニアロサ、しかし余裕を持った表情です。さあ左右ワンツーか、左突き上げるアッパーですが、これは空振りに終わりました新垣。
右、ジャブがさっさと伸びています。ご覧のように新垣の右は非常にスムーズに伸びます。第2ラウンド、ああお互いにパンチの交換ですが、右を伸ばして左カウンターを狙おうという日本の新垣。そうはさせず、フィリピンのダニアロスが入りました。思い切ってパンチを振ります。新垣赤のトランクス、今右側です。ダニアロスさん反撃に転じようというところですが、サウスポースタイルですが、新垣綺麗なアップライトスタイルでフィリピンのペニアロサと対しています。ここでゴングがありまして第2ラウンド終わりました。さあ第2ラウンド終わって佐藤さんの採点いかがでしょうか。やはり新垣の構成を取りまして、はい、10対9で新垣でございます。佐藤さんの採点、お聞きのように、新垣10対9とペニアロサをリードでやります。プロデビューを果たしまして、その後今年の1月島田啓治に判定が、春の3月9日オスカー・ゴンザレスフィリピンの選手を4ラウンド TKO、 4月18日フィリピンのエステマダ選手を3ラウンド TKO、 そして5月25日金龍源選手、これはもういわゆる世界ランカーでありますがと戦って引き分けた、こういった戦績で、はい、今日はプロ6戦目を迎えているわけでございます。さて試合は第3ラウンドです。あ、立派な成績ですね。そうですね、第1ラウンドはほとんど両者相手の出方を伺ってイーブンで終わりましたが、第2ラウンドはきれいに新垣の右のジャブが入って手数もありまして、佐藤さんの採点で10対9、そして3ラウンドを迎えております。やはり王座決定戦ですからね、やはり左のフックが入ってます。そういった意味でやはり今の攻め方はいいんじゃないですか。そうですか、もうこれでいいわけですね。作戦的にも、作戦的にはもう一番のそんな形ですね。そうですか、セコンドもおそらくそういった策を新垣選手に与えていると思います。さあほとんどリングの中央に戻りました。ミニストレー、新垣のミニストレー、その顎を捉えました。セコンドが盛んにフォローパンチを指示しております。しかしペニアロス選手もですね、慎重にガードを固めて、そして木を見て右を振ろうという、そうですね、そういう、今の右ですね、はい、右ですね、はい、左右左を振りました。ペニアロス選手反撃に転じます。3ラウンド、まもなく2分を経過しようとしています。日本の新垣聡対フィリピンのボディーボーイペニアロス。さあ3ラウンドは新垣がまあ立ち上がりパンチを奪ったんですが、ペニアロスが後半から終盤にかけまして反撃のパンチを浴びせております。リングの中央です。右ボディ左右ワンツーです。右のボディからワンツーを振りました新垣。2ラウンドあたりからかなり激しいパンチの交換です。今第3ラウンド左右を振ります。しかしペニアロスも反撃、右のジャブを軽く送ります。新垣これはうまく避けています。スリッピング、第3ラウンドを迎えています。第3ラウンド残り時間があと10秒ぐらい。ペニアロス反撃、このペニアロスって人も相当に打たれ強い人と聞いてますがね、やはりフィリピンの人は独特のそういった打たれ強いと思ってますね。そうですね、ここでゴングがありまして第3ラウンドの終了。佐藤さん採点いかがですか。はい、10対10の五分でございますね。 IBF ジュニアフライ級タイトルマッチ、日本の新垣聡とフィリピンのドディボーイペニアロサ、試合は今4ラウンドに入っております。まあ、2ラウンド新垣のパンチが的確に入りましてポイントを稼いだんですが、1ラウンドは全くイーブン、そして3ラウンドはですね、新垣最初手数が出たんですが、あとペニアロスが反撃しましたからね。そうですね、したがって佐藤さんの採点で10対10のイーブンになっております。さて第4ラウンドです。この序盤あたりは新垣としては的確なパンチを送り込みたいところです。セコンドはどんな指示を送ってるでしょうか。右のストレート、ジャブがきれいに伸びています。両者ともに108パウンド、新垣体調十分で今日のこの世界タイトルマッチに臨んでいます。ペニアロス選手も、まあ、
気候的に暑いフィリピンから日本に参りまして、その点が心配されたんですが、適応性の非常にある人でして、もうその寒さは全く答えない試合前に語っております。右が入ります。続けてまた右が入ります。新垣のパンチ、右ストレート、右ボディ、いわゆる顔面からボディを狙って上下攻撃ですね。いいですよ、新垣君も。そうですね、ニャロさん右ボディで反撃、右フック空振り、よく見てますね。よく見てますね、目がいいんですね。4ラウンド、新垣対ドディボーイペニャロさん、 IBF のジュニアフライ級の世界タイトルをかけて、この大阪城ホールで両者が激突しております。右反撃のペニャロさん、さあちょっとこの辺は潜ろうかという新垣に対してアッパーを振ります。反撃に出ますペニャロさん、相当ハードなパンチの持ち主のようです。新垣左、新垣左のストレートを送りました。4ラウンド、白熱の試合をリング上展開しています。両者、新垣対ペニャロさん、この4ラウンドも残りが30秒近くなっています。2分30秒経過、赤いトランクス日本の新垣、右へ回った白のトランクスのフィリピンのペニャロさん、ペニャロさん反撃、左右振りました。そして左、右ストレート、ペニャロ様を、まあ、ラウンドの終わり近くになりますと相当手数が出てまいります。まあ、こういったパターンで、試合を進めるんでしょうか。新垣の方もそれならば作戦的にちょっと考えなきゃいけない、そういうことになりますね。そうですね、4ラウンドほとんど残り時間がありません。いい試合してますよ。そうですね、いいファイトですね、グッドファイティング。ここでゴングがありました。第4ラウンドの終了。さあ佐藤さん、採点はいかがでしょうか。10対10度互角でございます。はい、15回戦のこれから中盤に差し掛かってくるわけでございます。まあこの辺からですね、要するにリングキャリアの浅い人にとっては大変苦しいラウンドになってくるわけでしょうけれども、はい、序盤が終わってまあ中盤ですね、はい、新垣の取ってる作戦といいますかね、そういう点ではまずこれでいいわけですか。そうですね、はい、まあ、今までだいたいこの4回にわたって様子を見てきましたんでね、ええ、この辺からまあ新垣君のペースになってくるんじゃないでしょうか。ああそうです、左右を振りました。ペニャロさんパンチ、大きなスイングでフックを振りますフィリピンのロディーボーイペニャロさん、対して日本の新垣反撃ですが、右のジャブを送りました。お互いにご覧のようにサウスポースタイル、右でジャブを送り左ストレートをフォローしようという、そしてできればワンツーパンチをという新垣の狙いであります。コーナーにちょっと詰まりました。日本の新垣、フィリピンのドディペニャロさん、白のトランクス左側、そして今右へ回りました日本の新垣、右のストレートダブルで送りました。しかし左右ワンツーで反撃するペニャロさん、日本の新垣ガードを固くしてこのパンチをうまく避けています。試合はこれから中盤に差し掛かろうという第5ラウンド、このペニャロス選手のコーナーのセコンドはですね、お父さんなんですね、はい、ペニャロス選手のお父さんカルロスさん、元フィリピンライト級のチャンピオンでありまして、あの藤井武史とも対戦したことがございます。そんなお父さんの視線を受けながらリングに上がりますフィリピンのロディーボーイ。さあ新垣選手、1分半経過ですが、最後は左フック、新垣攻勢、左のフック入りました。右のジャブから左のフック、相当強烈にペニャロさんの顔面を捉えました。ペニャロさんご覧のように反撃、さあリング上相当エキサイトしてまいりました。第5ラウンド相当エキサイトしてまいりました。大阪城ホール黄金の留守番、第5ラウンド残り1分、盛んにアッパーを送りますペニャロさん。このラウンド新垣選手のパンチがワンツースリー炸裂しました。右フックペニャロさんの空振り、盛んにリードストレートを送りましたが、この第5ラウンドは新垣の左が炸裂しました。ストレート右フック、に入りました、綺麗に入りました。両者少し考えたくてまいりました。今新垣の左フックでやります。さあ相当白熱してまいりました新垣ペニャロサ戦、リングのほとんど中央、この、第1ラウンドから5ラウンドまで全くクリンチがありません。非常にいいファイティングですね。そうですね、やはり IBF の初代チャンピオンの試合にふさわしいゲーム内容になってきましたね。そうですね、
綺麗な本当にクリーンなファイティングを見せてくれております日本の新学会フィリピンのトニアロさん。ここで、ゴングがありまして第5ラウンド終了でございます。佐藤さん採点をお願いいたします。10と10の互角でございます。今日相場見えております。第5ラウンド相当激しいパンチの応酬がありまして今試合が中盤第6ラウンドに入っております。まあ、中盤あたりが当然山場と見られていたわけですよね佐藤さん、はいはい、両者とも攻勢をかけてまいりました。第5ラウンドまず新垣が先手を奪うんですがラウンドの中盤あたりからエニアロスが反撃をします。そういった、まあ、繰り返しです。右のアッパーエニアロスさん、あ、ここでちょっとオープンだというキムレフリーの、コーション、いわゆる注意がありました。これあのいわゆるグラブを開いておきゃいけないし、そういうことですね。これ反則になる。大体あのフィリピンの選手って比較的にあのフックとアッパーがですね、区別のつきにくい時があるんですね。そうですね。はい。そうですね。身長差の問題も多少ありますが、新垣が168、それに伴ってドディーボーイが160ですか。やはりその身長分だけは彼が低くなるわけですね。そういうことですね。はい、身長は新垣選手が勝っております。したがって下からこう、アッパー気味のフックを振ります。ペニアロス選手盛んにジャブを顎に、送っております。フィリピンのペニアロスさん、さあ日本の新垣この中盤あたり試合の主導権を握りたいラウンド、向こう側のコーナーから徐々にリングの中央に出てまいりました。両者フットワークはまず両者と全く1ラウンドから衰えを見せておりません。軽快に動いています。日本の新垣左に回り込んでいます。ペニアロス様もなかなかよく戦っています。さあ相打ち、相打ちです。相打ちですね。両者ともにあまり汗をかきませんということは体調がいいということでしょうね。そうですね。計量も1回で、はい、今日パスしたということです。1回でパスですもんね、はい、第6ラウンド残りが1分を切りました。右側日本新学さ右のフック右の、ストレート右ストレート今のコンビネーションいいですね。決まりました。コンビネーションパンチ新学お得意のコンビネーションブローがジェニアロさんが目を捉えています。ジェニアロ三撃右のフック激しい熱戦になりました。濃い試合になりました。クリンチが全くないという、まあこういったその軽量級のタイトルマッチでは珍しいことですね、まあ、近年稀に見る試合ですね。そうですね、はい、真っ当にこうファイティングを見せています。日本の新垣とフィリピンのペニアロさん第6ラウンド非常に爽やかな試合ぶりをこのサンテレビを通じて皆様にお届けしております。大阪城特設リンク第6ラウンド残り時間がほとんどなくなりました。右を振りました新垣ボディ。さあペニアロス反撃2回とダブル新垣危ない。ここでゴングゴングここでゴングがありました。ここでゴングがありました。今のはロボットピンチに出しました新垣、はい、第6ラウンド終了。佐藤さん採点はいかがですか。9対10のペニアロサです。はい、フィナルの後のまず最初のタイトルマッチジュニアバンタム級では韓国のゼン・シュート選手が日本の春日井選手を5回2分15秒テクニカルナックアウトに下しておりまして、この IBF の世界タイトル4人目の王座についております。その後を受けましてメインイベントで行われております世界ジュニアフライ級のタイトルマッチ日本の新垣聡対フィリピンのドディボーイペニアロさん、試合は7ラウンドに入っております。さっきはちょっと新垣危なかったですね。6ラウンドはそうですね、新垣も右右回ってますけどね、これはやっぱり左左の方から回って攻めるべきでしょうな。ああそうですか、はい、まあ第1ラウンドから、まあ、お互いにそうなんですが右のサウスポースタイルですから右へ右へと、ステップを踏んでいます。両者第7ラウンドに入っております。第6ラウンドは綺麗にコンビネーションブローを振っていた日本の新垣ですが、ゴング寸前になりまして、ペニアロスが反撃に転じまして強烈なパンチが決まって、佐藤さんの採点で10対9と第6ラウンドはペニアロスが取っています。試合は中盤です。左側日本の新垣赤のトランクス、右側白のトランクス、フィリピンのドディボーイペニアロス両者ともに右に止まっています。ペニアロスのパンチ連続で入ります。右のボディもフォローします。
さあこのあたりで日本の新垣選手の、スタミナ消耗が心配されますけども、その点いかがですか。まあ、十分な練習も積んでますんでね、15回フルにいけるでしょう。そうですか、心配ありませんか。はい、ただ一発大きいのもらいましたね、ラッキーパンチというのがありますから。そうですね、いわゆる不発的といっちゃなんですけど、今までね、今までいいでしょ、いや、あれを連打で出さないからですね。体を振りました、お互いに小山相打ち、深いところケニアラスも盛んに右から左をフォローするようになりました。ジュニアフライ級世界タイトルマッチ、ワンツーパンチがきれいに谷原さん顔面を捉えました。リング上ちょっと棒立ちになりました。谷原さん新垣の強烈なワンツーパンチでした。なんとも全部間近になってまいりました。新垣のきれいなワンツーパンチが谷原さんの顔面を捉えるという非常に激しさシーンが見られました。この第7ラウンド、まもなくこのラウンド終了でありますが、今のアッパーいいですね。そうですね、谷原さんのアッパー気味の感激に転じます。ここで第7ラウンド終了でございます。佐藤さん、採点をお願いいたします。いかがでしょうか。新垣の10でペニアロサの9ですね。この一番の武器でしょうな。さあ赤のコーナーの新垣聡、颯爽とリング上ペニアロサと対戦して、試合は中盤の8回を迎えております。両者ほぼ互角でやりますが、わずかに、新垣選手がワンポイントリード、こういった佐藤さんの採点でありますが、さあ試合の方はこれから、終盤へ向かってまいります。リング上両者 IBF のジュニアフライ級世界タイトルマッチをかけて対戦しております。新垣のワンツーパンチ、パンチの応酬が見られます。さあこの後終盤にかけてどちらが試合の主導権を握っていくでしょうか。左に決まりました。新垣左、激しい打ち合い、激しい打ち合いですね。そうですね、激しい打ち合いになります。第8ラウンド、新垣の強烈な左、いわゆるかつて池原さんのそのカミソリパンチっていうのがありましたね、非常にこの新垣選手のパンチもすごいですね。左パンチがいいですよ。ペニアラサも左右で反撃でありますが、もう少し右を対応したいですね。そうですか、新垣君は。なるほど、1ラウンドからあの右がよく伸びてますね。あの右を、ね、出すことにおいて次のパンチが生きてきますからね。そうでしょうね。さあ帰って反撃するペニアラサ、飛び込んだ新垣、左右を振ります。ここでレフェリーがここでカウントを取りますね。カウントを取りますね。新垣カウンターブローを食いました。第8ラウンド、今キムレフェリーがカウントを取りました。カウント8ぐらいまで来ましたかね。さあファイト続行です。カウント8まで来ました。新垣がキムダウン。さあここでなんとか新垣踏ん張ってもらいたいものです。さあペニアロサはここで一気に畳みかけようという赤のコーナー、ちょっと詰まりました。新垣新垣懸命な反撃、初めてと言っていいぐらいの、今クリンチがありまして、キムレフェリーが左右に分けました。ブレイク、さあペニアラサ左左右を振りますが、新垣反撃、右ストレート、右のフックが決まりました。新垣の右、ここでクリンチ。このラウンドは残り約30秒であります。1ラウンド新垣がダウンを喫するという今度の時間になりまして反撃に転じております。ご覧のように右側赤のトランクスの新垣、背中が見えておりますが、フィリピンのペニアロサ、第8ラウンド白熱の試合を展開しています。右ペニアロサの右、左右ワンツーアッパーを振ります。さあ新垣スタミナがどうでしょうか。さあここでゴングが鳴りました。ゴングがありまして8ラウンド新垣ダウンを切った8ラウンドが終了しました。佐藤さん、いかがですか。はい、10対9のペニアロサですね。のスロービデオをご覧いただいておりますが、ここでこの右のフック入るわけですね。これがいわゆるクロスカウンターになりましたですね。これで新垣が
カウント8のランを打ちました。第8ラウンド場内は騒然としてまいりました。大阪城ホール、さて試合は9ラウンド。新垣は果たしてあのダウンの痛手から立ち直っているかどうか。9ラウンド、おそらくペニャラさんはこのラウンド一気に攻勢を組んでくるのと思われます。新垣はまずこの、攻撃最大の防御というわけで先手を取る必要がありますね。そうですね、今の8回で、まあボクシングの流れが変わってきてますんでね、そうですね、これで先方どういう作戦を立ててきてるか、はい、ペニャラさん陣営は、まあ、ここは一つの山場になるんじゃないでしょうかね。そうですね、この9ラウンドは大きな山場になりました。左のフックを振りますペニャラさん。さあ新垣8ラウンドに停滞ダウンを期しております。9ラウンド、いかに立ち直って試合の主導権を再び握ることができるか。9ラウンド、大きな山場を迎えました。 IBF ジュニアフライ級世界タイトルマッチ、新垣聡対フィリピンのトレイボーイペニャロさん。試合は大いに盛り上がってまいりました。おそらくこのジュニアフライ級の、チャンピオンのタイトルの行方を左右するような、そういう大きな、ま山場になっております。9ラウンド、新垣ワンツーを振りました。新垣ワンツー、ペニャロさん反撃、左のフックが入りました。しかし右のジャブで反撃するペニャロさん。試合は白熱、ほとんどクリンチがありません。好ファイティングを見せています。セコンドも声を枯らして絶叫する。これがペニャロス選手、さっきご紹介したのがお父さんです。リングのまた中央に戻りました。ちょっとフットワークがですね、右へ右へとパンチを投げて、その辺パンチを振ったわけでしょうけどね。そうですね、やはり新垣君としては左回りに持っていけばかなり有利な展開になると思いますが。なるほどね。さあ9ラウンド、この9ラウンドどうやら新垣はあのダウンのいわゆるダメージから立ち直ったようであります。リングの中央で、まあ、珍しく、クリンチ気味がありました。9ラウンド残り1分です。まずこのラウンドは新垣がどう立ち直るか。ペニアロサは一気にこのラウンド攻勢をかけてくることが十分予想されるラウンドであります。盛んにワンツーを振ります。上手は新垣が勝っておりますが、しかし、まあ、上手が低い分ペニアロサが下からいわゆるアッパー気味のキックを振ります。新垣いいでしょ。今度も懸命に新垣にアドバイスを送っています。10ラウンド、あ、飛び込んだ。新垣攻勢反撃に転じます。新垣聡19歳、ドディーボーイペニャロさん21歳、若さが世界タイトルをかけて今リング上爆発しています。9ラウンド残りが約10秒。右を振る、飛び込んだ。ちょっと両者疲れましたがクリンチ気味。キムレフェリーがブレーク。試合は9ラウンド、さあここでゴングがありました。9ラウンドを終了しました。佐藤さん、採点はいかがでしょうか。取って取られての10-10ですね。新垣ペニャロサ両コーナーをご紹介しておりますが、新垣選手はですね、目あたりをちょっと切ってるようですね。鼻の脇鼻ですかね、はい、鼻の脇ですかね。まあ、この出血は、それほど心配はありません。さて、10ラウンドを迎えますが、佐藤さんの採点では、9ラウンド終わったところで89対87と、まあ、新垣が2ポイント、リードというところでありますが、試合はこれからいよいよ終盤へ向かってまいります。さあこの後の終盤、新垣がどんな構成を見せますか。ペニャロサも相当スタミナのある選手です。新垣左右ワンツーで攻撃です。新垣左右入った、いいですよ。新垣左右のパンチが入りました。このコンビネーションですね。ペニャロサがですね、このコンビネーションブローでちょっと足元がフラッとしました。第10ラウンド、新垣攻勢に転じました。このラウンド2入った、相当綺麗なパンチが入ってますが、ここでちょっとキムレフェリーがバッティングの注意であります。新垣選手は、ちょっと鼻の脇から軽く血を出しておりますが、それほど心配される出血ではありません。リングサイドには松本リングドクターが控えております。松本ドクターが控えておりますが、ドクターが出るほどの出血ではもちろんありません。さあ第10ラウンド、新垣右に続く左のフォロー、このカプセルパンチがいつ簡単になってサクセスするか。まあ、佐藤さんはもう少し右を手数を出した方がいいと指摘をされているわけですね。それとも左に入った、左に入った、左ストレート、綺麗に入った。新垣がパンチ、右のジャブから左ストライク、右のジャブを送った、ダブルで送った。
手に合わせボディで反撃する。上手新垣勝っています。手に合わせパンチ、さあワンツーワンツー、新垣のワンツーパンチ、ロープにちょっと詰まろうという手に軽さです。両者汗でしっかり体が光ってまいりました。日本の新垣対フィリピンのペニャロサ、 IBF の世界ジュニアフライ級のタイトルを懸けて両者の激突は今第10ラウンドに入っております。残りがあと1分です。このラウンドは新垣綺麗なコンビネーションブローが入っております。ペニャロサ反撃です。これは両者唯一という格好です。新垣君ももう少しフォローアップがなきゃいけませんな。あ、そうですか、残りが30秒切ろうというところ、新垣の第ワンツーが入りました。ペニャロサの顔面をワンツーパンチが捉えますが、しかしボディーボーイペニャロサも相当打たれ強いところがあります。宮下は再ワンツー、飛び込んでの新垣のワンツーパンチです。パンチの数は明らかに新垣君の多いですよね。やはりそういった意味でラッキーパンチっていうんですか、はい、それを新垣君がいい人になってますね。そうですね。さあ右に入った、ペニャロサも反撃する。両者ほとんど時間がありません。ここでゴングがありました。ゴングがあって第10ラウンドを終了いたしました。第10ラウンド、佐藤さんからスタートをお願いいたしましょうか。これも10対10の五分です。血を出したんですね。そうですね。今、止血の応急処置を受けております新垣、まあ、しかしそれほど出血量は多くはありません。試合にはもちろん差し支えがありません。 IBF ジュニアフライ級世界タイトルマッチ、新垣聡さん、フィリピンのロディーボーイペニャロさん、試合はいよいよこれから終盤11ラウンドに入っております。10ラウンド相当手数多く出しました日本の新垣ですが、ペニアロサも左右ワンツーを振るって防戦に相手止めました。10ラウンドは佐藤さんの採点イーブンで終わっております。白熱した5試合を展開する新垣ペニアロサ戦、文字通り期待通りの好ファイティングになりました。熱戦を展開する両者ワンツー、新垣ちょっと危ない、ちょっとオープン気味ですね。そうですね、オープン気味のパンチを振りますペニャロサ。さあ11ラウンド、あ、右からだ、右の服から左右ワンツー、アッパーを振るった新垣、防戦、新垣危ない、新垣ロープに詰まった、新垣ロープに詰まった、ワンツーワンツーワンツー、パンチと防戦、ペニャロサ防戦、新垣危ない、新垣ピンチ、新垣よろけた、新垣足元危ない、左右ワンツーワンツーフォローするペニャロサ、新垣ロープに詰まった、新垣ピンチ、新垣ピンチ、新垣ピンチに陥りました。11ラウンド危機に迫る、誠に凄惨な試合になりました。リング上両者激しいパンチの応酬、さあ新垣立ち直るか。11ラウンド残りはあと1分20秒ペニアラサの連打を見ましてロープに詰まるというシーンがありました。新垣どうでしょうか、危なかったですね、詰まれるかどうか、そうですね、今のピンチだったですね。重大なピンチに陥った新垣、11ラウンドガードが下がったところ、連打を振りましてね、ドロッと詰まりました。ワンツーパンチ、新垣パンチを振っている、左が入った、右、新垣防戦、新垣防戦、新垣危ない、新垣ロープに詰まった、宮崎防戦、新垣ロープに向かって棒立ちになりました。ガードが薄くなるだけに大変に危険なポーズになります。11ラウンド残り時間はあと36秒、新垣のマウスピースが落ちています。新垣はマウスピースが取れています。したがって、チン、つまり顎にパンチを食らう大変に危険な状態で試合を続けています。日本の新垣、試合になりましたね。それにしても佐藤さん、見事な試合ですね。これだけのパンチの応酬、近代まれにいる好試合になりました。11ラウンド激しい打ち合いが展開されました。両者ここでゴングがありました。11ラウンド終了、佐藤さんいかがでしょうか。はい、10対9のペニアロサです。
11ラウンドロープに詰まって棒立ちになった新垣聡。谷原さんの連打を浴びたスロービデオを今見てもらっております。ちょっと新垣の顔が腫れました。試合開始前人は形相が一変しました。新垣聡、さあ12ラウンドに入ります。 IBF 世界ダブルタイトルマッチの2つ目、今日のメインイベント、ジュニアフライ級タイトルマッチです。日本の新垣聡はこの試合がプロ転向後6戦目であります。相当手数がですね、11番12ラウンド、このペニャロさん相当数が出ますね。そうですね、この辺になってやはり彼の本領が出てきたみたいな感じですね。そうですね、相当スタミナも、ある選手だと聞いておりましたが、それがリング上今立証された格好になっております。プロの戦績は13戦12勝1引き分け、うち 4KO でありますドディーボーイペニャロさん。日本の新垣はこれがプロ転向6戦目でございます。ロープに詰まった。ベニアロサ、こうしてベニアロサ、こうして新垣、新垣、これは防戦一方、新垣防戦、新垣危ない、新垣ピンチ。さあキムレフェリーは、キムレフェリーはただストップはかけない、ストップはかけない。ここでキムレフェリーストップ。キムレフェリーが今ストップをかけました。テクニカルナックアウトでやります。12ラウンド1分44秒ぐらいでしょうか。1ラウンドに最初のカウント8のダウンを喫しました日本の新垣聡。11ラウンドもロープに詰まるという大変危ない場面がございました。この12ラウンドに至りまして、一気にペニアロサの陣営は攻勢を命じました。その策も図に当たりました。ペニアロサ、新垣を全くロープに詰まりまして、防戦一方、ついにダウンを喫しまして、ここでテクニカルナックアウトでございます。佐藤さん、今のですね、場面のスローを今ご紹介しているわけですがね、これはもう全く防戦一方になりましたね。そうですね、やはりあの8ラウンドのやはりあの反撃がですね、この12回まで引き延ばされてしまったので、今正式掲示が発表になりまして、12ラウンド1分7秒のテクニカルナックアウトでございます。1分7秒 TKO であります。今 IBF の5人目のチャンピオンに、決定いたしました、フィリピンのドディーボーイペニ